皆さんはエシカル消費をご存知ですか？聞いたことはあるけれども詳しくは知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回の生き生き山口ではエシカル消費についてご紹介します。佐藤さん、まずはエシカル消費とはどういうものか教えてください。エシカル消費とは環境、人や社会、地域に配慮して作られたものを購入する優しい消費のことです。買い物をするときに物を選ぶときの基準として取り入れることで社会貢献につながるんです。なぜエシカル消費が注目されているんでしょうか。はい、地球温暖化や食品ロス、貧困といった世界全体の問題を私たち一人一人のものを買う消費という行動から変えていくことができるからです。具体的にどのように消費すればいいんでしょうか。例えば開発途上国で作られた製品を適正な価格で継続的に買うことでその国の生産者の生活や労働環境を良くすることに貢献できます。また障害のある方が作ったパンや雑貨などを買うことや寄付金付き商品を買うことも人や社会に優しい消費になります。さらに地域に優しい消費というものもあります。山口県産の農産物を買ったり地元商店で買い物をしたりすることで山口県の農産物の美味しさを再発見でき地元商店街の振興と地域の活性化につながることが期待できます。県ではエシカル消費を学ぶ場所として県庁厚生棟2階に消費者教育施設マナベルを設けています。平日の午前9時から午後4時半まで利用できますのでぜひともお越しください。またエシカル消費に積極的に取り組む事業者を山口エシカル推進パートナーとして募集登録しています。お問い合わせは山口県消費生活センターまでお願いします。個人としても事業者としてもエシカル消費に取り組んで持続可能な社会づくり、地域づくりをしていきましょう。